西田さん、テーマの発表お願いします。はい、もうさっきの後で出すのもはばかられますけどね。80年代を繰り返さないために。あ、早く作業。トヨタ自動車が9日アメリカデトロイトで開催中の北米自動車ショーで、今後5年間でアメリカ国内に100億ドル、およそ1兆1600億円を投資する方針を表明しました。ゼネラルモータースやフォードをはじめ、日産やホンダといった国内主要メーカーも、トランプ次期アメリカ大統領との対立を避けるため、アメリカの雇用や経済に貢献するなどのアピールをしています。さあ、西田さん。はい、うん、まあ、冒頭のニュースとも関係するんですが、はい、トヨタは、まあ、名指しでですね、まあ、批判を受けて、まあ、トランプ次期大統領の、まあ、名指しで、まあ、トヨタが、まあ、アメリカから、まあ、メキシコで工場を作ることに対して批判が起きたと、うん、で、まあ、それが今どういう状況かというお話を、まあ、したいということなんですね。で、これちょっと見ていただきたいんですけど、今実はアメリカ自動車の新車販売の状況はすごくいいんですよ。15年16年と、まあ、過去最高を記録していて、で17年もほぼ同水準で推移するっていうふうに言われているんですね。やっぱり北米市場っていうのはやっぱり根強いんですね。そうですね、まあ、自動車の最大のまあ市場とされていると。で、まあ、それからですね、自動車産業というのはやっぱりアメリカにとっては象徴的な意味を持っているというところがあるんだと思うんですね。まあ、その GM、フォード等々ですね、まあ、シボレーとかもありますけど、まあ、様々な自動車会社というのは、まあ、アメリカの国内で、まあ、長くですね、雇用を支えてきた側面もありますし、でそれから、まあ、当然、まあ、特にフォード、最近話題になってますけど、フォードというとですね、ある種量産車をですね、まあ、世に送り出したメーカーとしても、アメリカそのものそうですね、まあ、日本から撤退しちゃったんですけどね。そうですね、でもオバマ大統領もまさにその、最後の演説の中でも、まあ、GM がね、うん、が非常にこう危機に瀕した時に、うん、まあ、立て直していったという話をしていましたね。そうですね、まさにあの公的資金の投入とかがあってなんですよね。うん、で、まあ、そのアメリカにおける、まあ、その自動車の販売状況をちょっと見ていただきたいんですけど、今どうなってるかということなんですよ。でこれ先月のアメリカの自動車販売台数のトップ10なんですね。で、まあ、これ見ていただくと、まあ、トップ10のうちの、まあ、そのうちの、まあ、1、2、3は、あ、1、2、3位はですね、まあ、日本のメーカーじゃないんですけど、うん、以下はですね、まあ、あの日本車メーカーの自動車がランクインしていると。はー、はい、すごいですね。でもあれですね、1位2位はやっぱりフォードだったりとか、ね、ただこれはたまたまですね、フォードは特に、でも日本で強いですね。そうなんですね。ただこれ注意しなければいけないのは、今自動車メーカーというのはですね、大変あのグローバル産業になっていて、うん、まあ、現地生産現地販売というのが基本になっているということなんですね。で、まあ、トヨタの場合もですね、アメリカ、まあ、まあ、これ、まあ、冒頭の80年代とっていう話もあったんですけど、80年代の日米自動車摩擦の時にですね、強いまあ批判を受けて、まあ、極力アメリカで作ってアメリカで売るというふうになってるんですよね。皆さんその、うん、特に今のね、平成世代のみんなはあんまり見たことないかもしれないですけど、本当に日本車がもうハンマーでこう壊されて、そうなんです、ね、まさにそんなフリップとかもちょっと作って持ってきたんです。今日ちょっとフリップ芸じゃないんですけど、フリップをたくさん出してもらって、はい、ジャパンバッシング。そうなんですね、いわゆるジャパンバッシングで、要はアメリカにおいて、これなぜかというと石油危機の反動なんですね。アメリカはガソリン価格が安いので、あまり燃費とかは気にされなかったんですよ。でなんだけれども、オイルショックがまあ2回あってですね、まあ、やっぱり燃費のいい日本車っていうのは大事、いいんじゃないかと。コストも安いし、タフだし、タフというか故障しにくいし、いいんじゃないかということで、まあ、日本車のですね、シェアというのが80年代すごく伸びたんですね。でだけども先ほどまあ申し上げたように、まあ、アメリカにおける自動車産業というのはやっぱり特殊な地位、まあ、象徴的な地位にあるということもあって、まあ、例えばですね、日本車を壊すとか、まあ、そういうムーブメントというのがあったんですよ ね。日本人に間違われた中国人の青年が殺害されるという事件も発生したって、とんでもないですよね。よっぽどですよね。でまあ、その時の失敗って何かというと、これ一つはですね、コミュニケーションの失敗っていうのが挙げられてるんですね。でここで、まあ、2つ大きなメーカーが出ていて、今回トヨタという話になってるんですが、実はですね、80年代は逆にホンダがうまくやったんですね。ホンダはいち早くですね、議会とそれから、デトロイトですね、ロビングを展開して、いやホンダ車っていうのは、まあ、アメリカで作っていて雇用も確保しているので問題ないんだということを議会と働きかけて、それで、いわゆるこのジャパンバッシング
から抜けられたんですよ。そうですか。でトヨタはちょっとそこに失敗して、でなので今回いち早く声明を出したということなんですね。今ちょうどデトロイトでモーターショー、あの世界最大級のですねモーターショーをやってるんですね。デトロイトモーターショーっていうんですけど、そこで、まあ、カムリ、これもあのアメリカにおけるですねトヨタを代表する車種の一つなんですけど、人気車種なんですね。で、まあ、それを発売すると同時に、まあ、あのアメリカ国内で約14万人の雇用を確保をしているということと、それからこれからですね5年間で100億ドルを、まあ、投入する予定だなんていう話をですね、まあ、社長自ら言って発表するということをやってる。でトランプに、次期大統領に名指しで批判された後もですねすぐに、トヨタから公式のいやそんなことはないんだというちゃんと反論するメッセージを出しているというところがあって、まさに80年代を繰り返さないためにじゃないんですけど、そういうコミュニケーションが行われているという ところなんですね。でこの14万人という人数ってのは結構すごくてですね、あのアメリカでの雇用の確保で約13万6千人なんですけど、まあ、大体14万人ぐらいですね。どれぐらいすごいかというと、ちょっとこちら、見ていただきたいんですけど、はいはい、今日ちょっといっぱい持ってきたんですよ。どうぞ全部見ましょう。自動車各社の発言、でこの中でですね、例えば GM、 これアメリカの、日本ではちょっとあまり展開してないので、そうですね、出てないんですけど、カメラさん、はい、あの下です、はい、ありがとうございます。でこれ見ていただきたいんですけど、 GM は国内で10万人超を雇用してるっていうことなんですよ。あららら、アメリカの自動車メーカーで10万人ですか。そうです。でだから、北米で展開しているトヨタっていうのはさっきの14万人という数を考えてみると、今だとですね、アメリカ社、まあ、あのアメリカの自動車会社に負けないぐらいの雇用をしてるっていう意味が込められてるんですよね。カリフォルニアにいる時にも、トヨタはアメリカのメーカーだと信じて疑わない人もいるぐらい、もう雇用の場としてもう一つ大きくもう根を張ってるという印象を受けましたよ。あのアメリカでしか展開してないブランドとかもあってですね、あのアメ車だと思ってる人もですね少なくないんだと思うんです。でだから、まあ、ことほどさようにですね、まあ、日本の企業も過去の教訓を踏まえてですね、まあ、次のトランプ大統領に、まあ、備えるというかですね、そういう準備を、まあ、滞りなくやっていると、まあ、これがうまくいくかっていうのは、まあ、あのちょっと今後の動向を見ないといけないと、まあ、それと比べると冒頭の話に引き戻せば、まあ、トランプ大統領の発言っていうのは、まあ、80年代的っていうんですかね、日本車メーカーを叩くとか、それから日本が、まあ、そのなんていうんですかね、まあ、貿易黒字を日本から見ると貿易黒字で、アメリカから見るといわば貿易赤字になるわけですけど、出してると言ってもですね、まあ、なんというか、だいぶ状況が変わってきているのに、まあ、彼の認識というのはさほど変わってないかもしれないと。なんか止まってるなという印象を受けますよ、80年代から。だってね、この、マッドマンさんツイッターで、今じゃあジャパンパッシング、ね、日本の経済地位は下がったと言って、確かに逆に言うとね、日本よりも他の市場の方に目を向けられているから、うん、日本としては存在感をって思ってたんだけど、意外に日本って言うから、それで言うとこれ PR の業界ではよく言うんですけど、まあ、その、危機はですねチャンスだって言ったりするんですね。だからこうやって日本に注目が集まってる時にコミュニケーションうまくくるっとひっくり返してですね、プレゼンスを上げていくっていう方法もあるんじゃないかと思いますね。ありがとうございました。